NX は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが販売するクロスオーバー SUV である。NX300H、NX は、プレミアムアーバンスポーツギアをコンセプトに、都会を機敏に駆け抜ける高い走行性能と、SUV らしい力強さを兼ね備えた、レクサス発のコンパクトクロスオーバー SUV として、開発が行われた。ラインアップは、 レクサス発となるターボエンジン搭載モデル NX200 トンハイブリッドシステムを搭載する NX300H-2 タイプ NX200 トンには新開発の直列4気筒2.0リットルターボエンジン 8AR 回 TS 型を搭載ツインスクロールターボチャージャーと可変角を拡大したデュアル VVTE を組み合わせるとともに 最適な燃焼効率を実現する D-4ST を採用。また、トランスミッションはターボエンジンに合わせて6速 AT を新開発。マニュアル感覚のシフトチェンジを可能にするシーケンシャルシフトマジックやパドルシフト、コーナリングでの変速制御を最適化する GAI シフト制御を採用した。NX300H にはアトキンソンサイクルを採用した。 直列4気筒2.5リットルエンジン 2AR フックス型に高トルクモーターを内蔵したハイブリッドトランスミッションを組み合わせ JC08 モード走行燃費で 21.0kmL を実現した。レクサススポーツの走りを継承するスポーティバージョン F スポーツはナビ AIAVS やパフォーマンスダンパーを標準装備し乗り心地や操縦安定性を向上。 さらに、足回りに専用のチューニングを施している。オードは、グレードによって機構が異なる。NX200 トンのオード車には、ダイナミックトルクコントロールオードを採用。走行状態に応じて前後輪のトルク配分を100、0から50、50まで自動的にコントロールすることで、旋回時には、ステアリング操打量からドライバーが意図するターゲットラインを予測して、 最適なトルク配分を行い、機敏で安定したコーナリングを実現する。また、通常走行時には、前輪駆動状態で走行し、燃費向上に貢献する。一方、NX300H のオード車には E4 を採用。フロントモーターに加え、独立したリアモーターを追加し後輪を駆動するシステムであり、滑りやすい路面での発進性や走行安定性をアシスト。 コーナリング時には、車両の走行状態に合わせ前後トルク配分を最適化し、操縦安定性を高めている。安全装備では、プリクラッシュセーフティシステム、レーンデパーチャーアラート、LDA、ブラインドスポットモニター、BSM を全車にメーカーオプションで設定。また、レーダークルーズコントロールは、アイドリングストップとの連携機能を、レクサスでは、初採用。さらに、 同じクレクサスでは初採用となるパノラミックビューモニター LED コーナリングランプを設定している。また2017年9月に実施したマイナーチェンジでは予防安全パッケージレクサスセーフティシステムを全車に標準装備とし安全性能の強化を図っている。その他タッチパッドを用いた新型リモートタッチワイヤレス充電機能の置くだけ充電。 カラーヘッドアップディスプレイ等の利便性を高める機能、装備を用意した。レクサス LFNX 社名の NX は N ニンブル X クロスオーバーに由来。200は排気量、300は3.0リットルガソリンエンジン並みの動力性能を有することを T はターボモデル、H はハイブリッドモデルであることを表す。ありがとうございます。